今日の夕方から月と木星と土星が接近して見えます。ではいつどこで見えるのかも確認していきましょう。時間帯は今日の夕方から深夜、方角は南から南西の空です。月齢8の上限過ぎの半月と木星が接近して見えます。月と木星の左には土星もあり、明るい3星体が集まっている光景が楽しめます。またちょうど空が暗くなった頃に南中するため非常に見やすくなります。最後に気になる天気を見ていきましょう。西日本太平洋側では晴れて観測のチャンスがあります。薄雲越しから見えるところもありそうです。楽しみですね。一方、元台風12号や秋雨前線の影響で近畿から北海道では曇りや雨となるところが多いため、惑星を見るのは難しそうです。秋の夜長、のんびり星空を眺めてみてはいかがでしょうか。